逆方向は打球伸びて、これがポール際入りました。この回先頭ビシエド、守備でいいプレーの後勝ち越しの一発。勝ち越しは中日ドラゴンズ、立浪和義監督の初陣、4番の一振りで勝ち越しに成功です。大きな当たりだが、この当たりはどうか。なんとなんとピッチャーの勝の逆転ホームラン。なんという5回、勝野がホームランを放ちました。プロ初ホームランは5回、自らの勝ち投手の権利を今度は手繰り寄せる逆転ホームラン。なんとピッチャーの勝野が打ちました。とりあえず先頭バッターってところでしょうね。阿部の当たり、振り切った打球、丸は配送していく、その上を越えていった、バックスクリーン。さあ反撃ののろしを上げたのは阿部の一振り。バックスクリーンへ届く今シーズンの第1号。さあ1点を返してこれで3点差。ここからドラゴンズの反撃、ゲームの中盤後半にかけて勢いづいていくことになるでしょうか。高さに、わーっとこの当たりは一直線でレフトスタンド、ビシエドに1本出ました。第3号、不振に苦しむビシエド、6番に下がったビシエド、敵地東京ドームで同点に追いつく1本が出ました。2対2の同点、戸郷を打たれました。低め打ってレフト、ウォーカーだ、見送ったか、見送った。4番ビシエド、今シーズン4本目のホームランが飛び出しました。5対0から7対0を広げるホームランが出ました、ビシエド。これがドラゴンズの主砲ビシエド、4番らしい当たり、レフトスタンド青く染まったその一角に打球を運んでいきました。ビシエド笑顔でベンチに戻ってきます。おっと続くのか、痛烈一戦、東京ドームの上段まで運んでいきました。ビシエド、アリエル・マルティネス、アベックホームランが飛び出しました。ゆっくりとダイヤモンド一周、これが9話からの助っ人パワー。アリエル・マルティネス今週3本目のホームラン、8対0連敗ストップへ、ドラゴンズ打線が火を吹いています。初球を打ってきましたが、この打球はスタンドに入りました、届きました。初球を捉えた強打、今シーズンの第3号です。同点に追いつく1本が出ました。逆風の中ライトスタンドに運んだ8番強打の1本、ドラゴンズ同点に追いつきました。はい、右へ打球は高く上がる、打球は伸びていって入りました。先制アーチ、ドラゴンズが先制。ここで試合が動きました。今シーズンの第8号、アリエル・マルティネスのホームランです。さあ試合が動きます。